大好き女子のむーちゃんがジレンマのデータを調べまくっている今の様子をはじめ、いろいろな人と調べてきたジレンマのランキングをお届けするコーナーです。はい、今回は開発部サバさんが選ぶ B 編印象に残ったカード5000。おはい、いよいよ今週末ゴッド・オブ・アビスの第1弾、うん、伝説の写真が発売されて、はい、本格的な B 編が始まるんですけど、はい、今回はその中から5枚、はい、苦労したカードを紹介してもらえるってことですね。そうなんですよね。今回もね、シャバさんからたくさんコメントをいただいておりまして、ありがとうございます。シャバさん曰くですね、今回の段から新主人公、新ストーリーになるということで、うん、各文明の設定が大幅に見直されました、はい、今回は各文明の戦略と各文明ごとに開発時に思い出深かったカードを紹介します、はい、ということなので、はい、今回はね、各文明をどうデザインしたか、うん、でそれぞれの文明で苦労したポイントとかも教えていただきたいと思います。はい、それではまず闇文明からいきましょう。はい、まあ、ウィン君がねメインで使うのが闇文明ですよね。そうですね、はい、今回今までにないほど主人公が闇文明を使うっていうのが重要なところですよね、うん、そうですね、はい、ではまず闇文明全体についてのコメントを読ませていただきます。はい、主人公が使う新種族としてアビスベル邪神帝率いるアビスロイヤルを用意しました。新種族の登場に伴ってアビスロイヤル用に自然のマッハファイターや水のジャストダイバーのような闇の新能力を追加しようということになりました。スピードアタッカーやマッハファイターは出してすぐ攻撃すること、ジャストダイバーやエスケープは耐性によって一旦生き延びることで次のターンに攻撃できることなど、攻撃を保証できるものになっているので、闇でも何かしらの方法で攻撃を担保したいと考えました。うん、除去耐性のオプションも検討されましたが、よりアグレッシブに攻める方がかっこよく見えそうということで、最終的にアビスラッシュの能力にたどり着きましたとのことです。なるほど、まあ、確かに闇文明でもスレイヤーっていうね、うん、文明特有の能力はあるけど、他の文明みたいな攻撃が保証されるよっていう能力はなかったかもしれないですね、うん、そうですね、はい、ということで、そんな闇文明の中で印象に残ったカードはもちろんアビスベル邪神帝でございます。うん、これについてのコメントに載せていただきます。お願いします。ドギラゴンバスターのような主人公を象徴するカードを作りたいという思いで作ったカード、玉座に座りながら手下を使って戦うというイメージを聞いて、先に用意していたアビスラッシュを最大限うまく使えるカードとしました。そのスペックや除去耐性も上げることで戦場を支配するイメージが出せたんじゃないかなと思います。今後アビスが増えるたびにその強さを増していくので、今後の成長が楽しみです、とのことです。なるほど、はい、確かにアビスベル邪神帝の裏で支配していて、うん、他のやつにこう戦わせてるっぽさがすごいですよね、うん、すごいね、かっこいいですね、うん、かっこいい、うん、はい、ということで続いては光文明でございます。はい、こちらもコメント読ませていただきます、はい、光文明のライバルボーイはお金持ちでスーパーカーを使うという設定でした。リッチさを光文明の能力の中で展開力とカードを引くということで表現することとしました、うん、ということです。そしてね、そんな印象に残ったカードはもちろんドランゴルギーニでございます。こちらはアビスベル邪神帝と並ぶ光文明のオーバーレアですね、うん、そうですね、はい、こちらについてもコメントを読ませていただきます、はい、魂のクリーチャーはこの段で登場した新要素です、うん、シビルカウント4相当で起動するとあって、どうやってバトルゾーンを整えるかが課題となります、うん、光は除去耐性や妨害手段を使って整える方向ですし、ドランゴルギーニ自体にもそれらの役割を同時に持たせることとしました。さらにオーバーレアを任されるとあってフィニッシュ力も期待されていたので、クラスターのような横展開能力も与えました。光には他にもつなぎの役割とドランゴルギーニからの再展開先としてチェケダンドメチャーレも用意したので、スーパーカー戦略をお楽しみいただけると思いますとのことです。光文明のね、リッチさを、うん、展開力とカードを引くっていうところで表現したけど、うん、結果的にそれがオーバーレアであるドランゴルギーニがクリーチャー化するのとか、うん、噛み合ってていいですよね、うん、そうですよね、はい、ドランゴルギーニめちゃくちゃキラキラしてて、リッチ感がもう溢れ出てますよね、かっこいい、はい、ということで続きまして水文明でございます、はい、こちらもコメントをいただいております、うん、水文明のキャラクターはロック、ハイ
俳句読みということだったので呪文を俳句と見立てて呪文やクリーチャーではないカードを上手に使える文面を設定としました。俳句呪文はイラスト中に文字で俳句を入れる仕様にし特別であることを示すために種族を持たせることとしました。そのことです。おなんだかんだで、ね、うん、水文明のカードインパクト強いの多いですよね。そうですね、結構名前がね、うん、いろいろありましてね、はい、そんな中で印象に残ったカードは、はい、面白きこともなき墓地を面白くでございます。はい、こちらもコメントをいただいております。はい、墓地の呪文再利用は水の得意とするところで魂度にも拡張して使えるようにしようと考えました。うん、3コストで好きなだけ使えるバージョンや1コストで1枚使えるバージョンも試しましたが使いやすさとパワーバランスの面から現在の形に気づきました。そのことです。なるほど、うん、墓地の呪文を再利用するっていうカードは、うん、なんだかんだ電動級に強力なカードばっかじゃないですか。うん、そうですね。なのでこれもねそれくらい使われるのかっていうのも注目ですね。そうですね、はい、ということで続きまして気分名でございます。はい、気分名のいただきます。はい、リンの最大のライバルボルシャック使いのカイザが使う呪文です。カイザ用のボルシャックの名を冠したカードは今までのボルシャックデッキよりスピードのギアが1段階速い速攻超火力のイメージでデザインしました。ということでそんな中で印象に残ったカードはボルシャックフォースドラゴンでございます。こちらまたまた魂のクリーチャーですね。そうですね、はい、こちらに関してのコメントまずスピードを表現するため魂シードクリーチャーの中でも最軽量としました。達成条件は時短速攻であればある程度達成可能と考え軽く置けて次のターンに大爆発するような構成にすることにしました。374000破壊という最低限の仕事をしながら全軍強化能力によって速攻の火力を大幅に引き上げることでイメージに沿ったカードにできたのではないかと思います。とのことです。はい、光文明がね、うん、リッチにカードを揃えて、うん、その後もさらにこう展開するのに対して、うん、気分明は速攻で一気にカードを並べて勝負を決めるカードに、うん、魂のクリーチャーはなってるって感じなんですね。そうですね、はい、それぞれの、ね、良さがね、はい、そして最後自然文明でございます。はい、まずは文明全体のコメントから読ませていただきます。はい、自然のキャラクターの設定は筋肉インテリメガネデータでスポーツをやるイメージでループデッキ使いというものでした。はい、当初ループコンボに寄せたデザインになりすぎて、うん、ゲームを壊してしまいそうだったのでコンボの可能性を散りばめながらも一気にボーダーを超えすぎない調整を行いました。そのことです。文明の特色として、うん、最初からこうループコンボっぽいのも押していくっていうのもかなり珍しくて、ね、衝撃ですよね。そうですよね、はい、そんな中でね、うん、印象に残ったカードは、はい、豪快グランドスラムスコーピオンでございます。はい、はい、こちらに関してもコメントをいただいております。はい、マナアンタップ要素とマナから出す効果でコンボの起点となるカードとしました。魂度やジャイアントであることで他のカードとの接点を増やしたことでコンボの可能性を匂わせるカードとなったと思います。とのことです。なるほど、うん、こうマナのアンタップとか、うん、マナからの召喚って言ったらやっぱり自然文明のこうループの重要な要素ですもんね。そうですね、はい、これ本当になんかすごいループとか見つかってもおかしくないですよね。そうですね、いろんなところで生まれそうですね、見つけてほしい。はい、というわけで以上開発者が選ぶウィン編の印象に残ったカード5選でした。まとめるとこんな感じです。印象に、ね、残るカードだけじゃなくて、うん、各文明の、ね、思い出も聞けて面白かったですね。そうですね、はい、皆さんも見たいランキングがあったりウィン編の気になるカードがあったらぜひコメント欄に書いてください。お願いします。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そしてコミュニティ投稿にはアンケートなど様々ありますのでぜひチェックよろしくお願いします。というわけでむーちゃんとさくさんでした。ゲームマスターズランキング、バイバイ。どうも、今ミカです。この度ですね、グエチュームショップとして EC サイトをオープンさせていただきました。第1弾のアイテムとしてはこちらのスリーブ、はい、こちらとてもクールですよね。さらにですね、こちらプレーマット、キャラが可愛いよね。はい、そして私が着ておりますこちらの T シャツ、こちらね3サイズ展開でございます。ぜひチェックしてください。さらにですね、スポーツタオル、あのデュエマのタオルもですね販売しておりますのでぜひチェックしてください。詳しくは概要欄をよろしくお願いします。ほなまた。